五輪の書。五輪の書は正保2年1645年宮本武蔵によって書かれたものと言われます。五巻に編成されていますが、全巻にわたって武蔵独自の兵法観、人生観を述べています。寛永20年10月上旬、老人となり病にかかった武蔵は熊本郊外の洞窟にこもり座禅修行を始めました。天道を拝し、観世音を来し、これを鏡として五輪の書を書き始めました。地の巻。兵法の道二点一流と号し、数年鍛錬のこと、初めて書き物に表さんと思い、時に寛永20年神奈月上旬の頃、九州肥後の地岩戸の山に登り、天を拝し、観音を来し、仏前に向かい、正国播磨の武士、新面武蔵の神藤原の原神、年積もって60。我若年の昔より兵法の道に心をかけ、13歳にして初めて勝負をす。その相手、新刀流有馬騎兵という兵法者に打ち勝ち、16歳にして田島の国秋山という剛力の兵法者に打ち勝つ。21歳にして都へ登り、天下の兵法者に会い、数度の勝負を決すといえども、勝利を得ざるということなし。その後国々ところどころに足り、諸流の兵法者に行き合い、64度まで勝負すといえども、一度もその領を失わず、そのほど年13より28区までのことなり、我みそじを越えて後を思い見るに、兵法至極して勝つにはあらず、おのずから道の器用をありて天理を離れざるゆえか、または他流の兵法不足なるところにや。その後なおも深き道理を縁と長短積練してみれば、おのずから兵法の道に合うこと、我50歳の頃なり。それよりこの方は尋ねいるべき道なくして講印を送る。兵法の理に任せて諸芸諸能の道となせば、万事において我に支障なし。今この書を作るといえども、仏法儒道の古号も借らず、軍旗軍法の古き古刀も用いず、この一流の見立て、誠の心を表すこと、天道と観世音を鏡として、10月10日の夜、虎の一点に筆を取って書き染むるものなり。それ兵法ということ、武家の法なり、将たる者はとりわけこの法を行い、卒たる者もこの道を知るべきことなり。今世の中に兵法の道確かにわきまえたるという武士なし。まず道を表してあるは仏法として人を助くる道、また儒道として踏みの道を正し、医者と言いて諸病を治する道、あるいは稼働者とて和歌の道を教え、あるいは好き者、求法者、その他諸芸諸能までも思い思いに稽古し、心身に救うものなり。兵法の道には救う人まれなり。まず武士は文武二道といって、二つの道をたしなむこと、これ道なり。たとえこの道不器用なりとも、武士たる者は己己が分際ほどは兵の法をば務むべきことなり。大方武士の思う心を測るに、
武士はただ死ぬるという道をたしなむことと覚えるほどの義なり。死する道においては武士ばかりに限らず、出家にても女にても百姓以下に至るまで義理を知り、恥を思い、死するところを思い切ることは、その差別なきものなり。武士の兵法を行う道は、何事においても人に優るるところをもととし、あるいは一心の切り合いに勝ち、あるいは数人の戦いに勝ち、主君のため、我が身のため、名を挙げ身を立てんと思う。これ、兵法の徳をもってなり。また世の中に兵法の道を習いても、まことの時の役には立つまじきと思う心あるべし。その義においては、いつにても役に立つように稽古し、万事に至り役に立つように推しゆること。これ、兵法のまことの道なり。一つ。兵法の道ということ。官道、和朝までもこの道を行う者を兵法の達者と言い伝えたり、武士としてこの法を学ばずということあるべからず。近代兵法者と言いて世を渡る者、これは剣術一通りのことなり。日立の国鹿島、関取の社人ども、明神の伝えとして流々を立てて国々をめぐり、人に伝ゆること近き頃の義なり。いにしえより柔能七芸とあるうちに、利方といって芸に渡るといえども、利方と言い出すより剣術一通りに限るべからず。剣術一辺の理までにては、剣術も知りがたし、もちろん、兵の方にはかなうべからず。世の中を見るに、諸芸を売り物に仕立て、我が身を売り物のように思い、書道具につけても売り物にこしらゆる心、果実の二つにして、花よりも身の少なきところなり。とりわけこの兵法の道に色を飾り、花を咲かせて、術と寺い、あるいは一道場、あるいは二道場、など言いてこの道を教え、この道を習いて、利を得んと思うこと、誰か言う。生兵法大傷のもと、まことなるべし。およそ人の世を渡ること、死の交渉をとて、四つの道なり。一つには、能の道。能人はいろいろの道具を設け、四季天変の心へいとまなくして、春秋を送ること、これ能の道なり。二つには、商いの道。酒を作る者は、それぞれの道具を求め、その良し悪しの利を得て、と誠意を送る。いずれも商いの道、その身その身の稼ぎ、その利をもって世を渡るなり。これ、生の道。三つには死の道。武士においては、道さまざまの兵具をこしらえ、兵具、品々の徳をわきまえたらんこそ、武士の道なるべけれ。兵具をもたしなまず、その具その具の利をも覚えざること。武家は少々たしなみの浅きものか。四つには功の道。大工の道においては、手術用用の道具を巧みこしらえ、その具その具をよく使い覚え、墨金を持ってその刺し図を正し、いとまもなくその技をして世を渡る。これ、死の交渉、四つの道なり。兵法を大工の道に例えて言い表すなり。大工に例ゆること、
家ということにつけての義なり。公家、武家、士家、その家の破れ、家の続くということ。その流、その風、その家などといえば、家というより大工の道に例えたり。大工は大きに巧むと書くなれば、兵法の道、大きなる巧みによって、大工に言いなぞらえて書き表すなり。兵の法を学ばんと思わば、この書を思案して、師は針、弟子は糸となって絶えず稽古あるべきことなり。一つ、兵法の道、大工に例えたること。大将は大工の棟梁として、天下の鐘をわきまえ、その国の鐘を正し、その家の鐘を知ること、棟梁の道なり。大工の棟梁は、同等伽藍の墨金を覚え、宮殿楼閣の指図を知り、人々を使い、家々を取り立つること、大工の棟梁も武家の棟梁も同じことなり。家を建つるに気配りをすること。すぐにして節もなく、御月の余儀を表の柱とし、少し節ありとも、すぐに強気を裏の柱とし。たとえ少し弱くとも、節なき木の御座余儀をば、敷居、鴨居、塗装寺と、それぞれに使い、節ありとも歪みたりとも強き木をば、その家の強み強みを見分けて、よく吟味して使うにおいては、その家久しく崩れがたし。また材木のうちにしても、節多く歪みて弱きをば、足白ともなし、後には焚き木ともなすべきなり。棟梁において大工を使うこと、その上中下を知り、あるいは床回り、あるいは塗装寺、あるいは敷居、鴨居、天井以下、それぞれに使いて、悪しきには根田を張らせ、なお悪しきにはくさびを削らせ、人を見分けて使えば、その破壊を着て、手際良きものなり。墓の良き、手際良きというところ、物事を許さざること、待遇を知ること、気の上中下を知ること、勇みを作るということ、無体を知るということ、かようのことども、棟梁の心持ちにあることなり。兵法の理、格のごとし。一つ、兵法の道。始卒たる者は大工にして、手ずからその道具を研ぎ、いろいろの攻め道具をこしらえ、大工の箱に入れて持ち、棟梁言い作るところを受け、柱が容量をも手うのにて削り、床、棚をもかんなにて削り、透かし物、彫り物をもして、よく金を正し、隅々面倒までも手際よくしたつるところ、大工の方なり。大工の技手にかけて、よくし覚え、隅金をよく知れば、後は棟梁となるものなり。大工のたしなみ、よく切るる道具を持ち、ひまひまに研ぐこと、寛容なり。その道具を取って、水し、書棚、帰宅、または安頓、まな板、鍋の蓋までも達者にするところ、大工の線なり。始卒たる者、このごとくなり、よくよく吟味あるべし。大工のたしなみ、ひずまざること、とめを合わすること、かんなにてよく削ること、すり磨かざること、後にひすかざること、寛容なり。この道を学ばんと思わば、書き表すところのことごとに心を入れて、よく吟味あるべきものなり。
一つ、この兵法の書、五感に下つること。五つの道を分かち、一巻き一巻きにして、その理を知らしめんがために、治水化風空として五感に書き表すなり。地の巻きにおいては兵法の道の大体、我が一流の見立て、剣術一通りにしては誠の道を得難し。大きなるところより小さきところを知り、浅きより深きに至る。すぐなる道の事業を引き鳴らすによって、はじめを地の巻きと名付くるなり。第二、水の巻き、水をもととして真を水になるなり。水は宝円の器物に従い一滴となり爽快となる。水に碧淡の色あり。清きいところを用いて一流のことをこの巻に書き表すなり。剣術一通りの理、定かに見分け。一人の敵に自由に勝つときは、世界の人に皆勝つところなり。人に勝つという真は千万の敵にも同意なり。小たる者の兵法、小さきを大きになすこと、尺の型をもって大仏を立つるに同じ。火曜の儀、細やかには書き分けがたし、一つをもって万と知ること、兵法の理なり。一流のこと、この水の巻に書き記すなり。第三、火の巻。この巻に戦いのことを書き記すなり。火は大将となり、けやけき、真なるによって合戦のことを書くなり。合戦の道、一人と一人との戦いも、万と万との戦いも同じ道なり。真を大きなることになし、真を小さくなしてよく吟味してみるべし。大きなるところは見えやすし、小さきところは見えがたし。その司祭、大人数のことは即座に元おりがたし。一人のことは真一つにて変わること早きによって、小さきところ知ること、えがたし、よく吟味あるべし。この火の巻のこと、早き間の異なるによって日々に手慣れ常のごとく思い、真の変わらぬところ兵法の寛容なり。しかるによって戦い勝負のところ火の巻に書き表すなり。第四、風の巻。この漢を風の巻と記すこと、我が一流のことにはあらず。世の中の兵法、その流々のことを書きのするところなり。風というにおいては、昔の風、今の風、その家々の風などとあれば、世間の兵法、その流々の仕業を定かに書き表す。これ風なり。他のことをよく知らずしては自らのわきまえなりがたし、みちみちことごとを行うに下道という真あり。日々にその道を務むるというとも、真の背けばその身は良き道と思うとも、すぐなるところより見れば誠の道にはあらず。誠の道を極めざれば、少し真の歪みにつけて、後には大きに歪むものなり、吟味すべし。他の兵法、剣術ばかりと世に思うこと、もっともなり。我が兵法の利技においても、格別の儀なり。世間の兵法を知らしめんために、風の巻として、他流のことを書き表すなり。第五、空の巻。この巻空と書き表すこと、空と言い出すよりしては何をか王と言い、何をか口と言わん。
道理を得ては道理を離れ、兵法の道に己と自由ありて、己と既読を得、時に相手は表紙を知り、おのずから打ち、おのずから当たる。これ皆空の道なり。己と誠の道にいることを空の巻にして書きとどむるものなり。一つ、この一流二刀と名付くること。二刀と言い出すところ、武士は小卒ともに直に二刀を腰に作る役なり。昔は太刀、刀といい、今は刀、脇差しという。武士たる者のこの両腰を持つこと、細かに書き表すに及ばず。我が町において、知るも知らぬも腰に及ぶこと、武士の道なり。この二つの理を知らしめんために、二刀一流というなり。槍なぎなたよりしては、殿物といて、戦道具のうちなり。一流の道、初心の者において、立ち、刀両手に持ちて道をしならうこと、まことのところなり。一命を捨つるときは道具を残さず役に立てたきものなり。道具を役に立てず腰に収めて死すること、ほいにあるべからず。しかれども両手に物を持つこと、左右ともに自由にはかないがたし、太刀を片手にて取り習わせんためなり。やり、なぎなった大道具は是非に及ばず、刀脇差しにおいてはいずれも片手にて持つ道具なり、太刀を両手にて持ちて足引くと、馬上にて足し、駆け走るとき足し、沼、ふけ、石原、坂敷道、人混みに足し、左に弓、槍を持ち、その他いずれの道具を持ちても、皆片手にて太刀を使うものなれば、両手にて太刀を構ゆること、まことの道にあらず。もし片手にて打ち殺しがたきときは、両手にても打ち止むべし。手間のいることにてもあるべからず。まず片手にて太刀を振り習わせんために、二刀として太刀を片手にて振り覚ゆる道なり。人ごとに初めて取るときは太刀を重くて振り回しがたきものなれども、よろず初めて取り作るときは弓も引きがたし、なぎなたも振りがたし。いずれもその道具道具に慣れては、弓も力強くなり、太刀も振り付けぬれば、道の力を得て振りよくなるなり。太刀の道ということ、早く振るにあらず。第二、水の巻にて知るべし。太刀は広きところにて振り、脇差しは狭きところにて振ること。まず道の本意なり。この一流において、長きにても勝ち、短きにても勝つ。ゆえによって太刀の寸を定めず、いずれにても勝つことを得る心、一流の道なり。太刀一つ持ちたるよりも、二つ持ちてよきところ、大勢を一人して戦うとき、また取りこもり者などのときによきことあり。火曜の儀、今詳しく書き表すに及ばず。一つをもって、万を知るべし。兵法の道行い得ては、一つも見えずということなし。よくよく吟味あるべきなり。一つ、兵法二つの字の理を知ること。この道において、太刀を振り得たる者を兵法者と、世に言い伝えたり、武芸の道に足りて弓をよく射れば射手といい、鉄砲を得たる者は鉄砲打ちといい、槍を使い得ては槍使いといい、なぎなたを覚えてはなぎなた使いという。しかるにおいては、
立ちの道を覚えたる者を立ち使い、脇差し使いと言わんことなり。弓、鉄砲、槍、薙刀、皆これ武家の道具なれば、いずれも兵法の道なり。しかれども立ち寄りして兵法ということ、道理なり。立ちの徳寄りして世を治め、身を治むることなれば、立ちは兵法の起こるところなり。太刀の徳を得ては一人して十人に勝つことなり、一人にして十人に勝つなれば、百人して千人に勝ち、千人にして万人に勝つ。しかるによって我が一流の兵法に、一人も万人も同じことにして、武士の方残らず兵法というところなり。道において儒者、仏者、数奇者、しつけ者、乱舞者、これらのことは武士の道にはなし。その道にあらざるというとも、道を広く知れば物事にいであうことなり。いずれも人間において、我が道、我が道をよく磨くこと、寛容なり。一つ、兵法に武具の理を知るということ。戦道具の理をわきまゆるに、いずれの道具にても折に触れ時に従い、いであうものなり。脇差しは座の狭きところ。敵の右わいよりてその利応し。立ちはいずれのところにても大方で相手利あり。薙刀は戦場にては槍に劣る芯あり。槍は先手なり。薙刀は後手なり。同じくらいの学びにしては、槍は少し強し。槍、薙刀もことにより、詰まりたるところにては、その利少なし。取りこもり者などにも叱るべからず。ただ戦場の道具なるべし。合戦の場にしては寛容の道具なり。されども座敷にての利を覚え、細やかに思い、誠の道を、忘るるにおいては、いであいがたかるべし。弓は合戦の場にて、駆け引きにも出会い、槍わき、そのほかもの、きわぎわにて、早く取り合わするものなれば、のあいの合戦などに取りわきよきものなり。城攻めなど、また敵合いに十軒を超えては、不足なるものなり。統制においては、弓は申すに及ばず、諸芸花多くして見少なし。左様の芸能は寛容の時役に立ちがたし、その利応し。城郭のうちにしては鉄砲に敷くことなし。野合などにても合戦の始まらぬうちにはその利応し。戦い始まりて不足なるべし。弓の一つの徳は放つや、人の目に見えてよし。鉄砲の玉は目に見えざるところ不足なり。この儀よくよく吟味あるべきこと。馬のこと強く答えて癖なきこと寛容なり。総じて戦道具につけ馬も大方にありき。刀脇差しも大方に切れ。槍薙刀も大方に通り。弓、鉄砲も強く、損ねざるようにあるべし。道具以下にも、片分けてすくことあるべからず。あまりたることは、足らぬと同じことなり。人真似をせずとも我が身に従い、武道具は手に合うようにあるべし。小卒ともに物に好き、物を嫌うことあしし。工夫寛容なり。一つ、兵法の表紙のこと。物事につけ表紙はあるものなれども、とりわけ兵法の表紙、鍛錬なくては及びがたきところなり。世の中の表紙現れてあること乱舞の道、霊人勧言の表紙など、これ皆よく合うところのろくなる表紙なり。武芸の道に渡って
弓追い鉄砲放ち、馬に乗ることまでも表紙調子はあり、諸芸諸能に足りても表紙を背くことはあるべからず、また空なることにおいても表紙はあり、武士の身の上にして奉公に身を仕上ぐる表紙、仕下ぐる表紙、はずの合う表紙、はずの違う表紙あり、あるいは商いの道、武言になる表紙、武言にてもその頼る表紙、道々につけて表紙の相違あることなり、物事の逆ゆる表紙、衰うる表紙、よくよく分別すべし、兵法の表紙においてようようあることなり、まず合う表紙を知って、違う表紙をわきまえ、大小知足の表紙のうちにも、当たる表紙を知り、間の表紙を知り、背く表紙を知ること、兵法の線なり。この背く表紙わきまえずしては、兵法確かならざることなり。兵法の戦いに、その敵その敵の表紙を知り、敵の思いよらざる表紙をもって、空の表紙を知恵の表紙より発して勝つところなり。いずれの巻にも表紙のことをもっぱら書き記すなり、その書き付けの吟味をしてよくよく鍛錬あるべきものなり。右一流の兵法の道、朝な朝な言うなような務め行うによって、おのずから広き心になって、多分一文の兵法として世に伝うるところ、初めて書き表すこと、治水家風空この五感なり、我兵法を学ばんと思う人は道を行う方あり。第一に、横島になきことを思うところ。第二に、道の鍛錬するところ。第三に、諸芸に触るところ。第四に、書式の道を知ること。第五に、物事の損得をわきまゆること。第六に、所持目利きをし覚ゆること。第七に、目に見えぬところを悟って知ること。第八に、わずかなることにも気をつくること。第九に、役に立たぬことをせざること。大方核のごとき理を心にかけて、兵法の道鍛錬すべきなり。この道に限りてすぐなるところを広く見立てざれば、兵法の達者とはなりがたし。この法を学び得ては、一心にして二重三重の敵にもまくべき道にあらず、まず気に兵法を絶えさず、すぐなる道を務めては、手にて打ち勝ち、目に見ることも人に勝ち、また鍛錬をもって相対柔らかなれば、身にても人に勝ち、またこの道に慣れたる心なれば、心をもっても人に勝ち、このところに至りては、いかにとして人にまくる道あらんや。また大きなる兵法にしては、良き人を持つことに勝ち、人数を使うことに勝ち、身を正しく行う道に勝ち、国を治むることに勝ち、民を養うことに勝ち、世の礼法を行い勝ち、いずれの道においても人に負けざるところを知りて、身を助け、名を助けるところ、これ兵法の道なり。新面武蔵、正法二歳5月12日、寺尾孫の城殿、寛文7年、寺尾夢よ勝信、2月5日、山本源助殿。水の巻、兵法二点一流の神、水をもととして利方の法を行うによって、水の巻として、
一流の立ち筋この書に書き表すものなり、この道いずれも細やかに心のままには書き分けがたし、たとえ言葉は続かざるというとも、理はおのずから聞こよべし。この書に書きつけたるところ、一言一言、一字一字にて思案すべし。大方に思いては、道の違うこと多かるべし。兵法の理において、一人と一人との勝負のように書きつけたるところなりとも、万人と万人との合戦の理に心得、大きに満たつるところ寛容なり。この道に限って少しなりとも道を見違え、道の迷いありては悪道へ落ずるものなり。この書きつけばかりを見て兵法の道には及ぶことにあらず、この書に書きつけたるを我が身にとって書きつくを、見ると思わず習うと思わず、偽物にせずして、すなわち我が心より見出したる理にして、常にその身になってよくよく工夫すべし。一つ、兵法心持ちのこと。兵法の道において心の持ちようは、常の心に変わることなかれ、常にも兵法の時にも少しも変わらずして、心を広くすぐにして、きつく引っ張らず少しもたるまず、心の偏らぬように、心を真ん中に置きて、心を静かに揺るがせて、その揺るぎの刹那も揺るぎやまぬようによくよく吟味すべし。静かなる時も心は静かならず、なんと早き時も心は少しも早からず、心は体につれず、体は心につれず、心に用心して身には用心をせず、心の足らぬことなくして、心を少しも余らせず、上の心は弱くとも、そこの心を強く、心を人に見分けられざるようにして、昇進なる者は、心に大きなることを残らず知り、耐心なる者は心に小さきことをよく知りて、耐心も昇進も心をすぐにして、我が身のひいきをせざるように心を持つこと寛容なり、心の内濁らず広くして、広きところへ知恵を置くべきなり、知恵も心もひたと磨くことせんなり、知恵を解き天下の利比をわきまえ、物事の良し悪しを知り、よろずの芸能その道その道を渡り、世間の人に少しも騙されざるようにして、後兵法の知恵となる心なり、兵法の知恵においてとりわけ違うことあるものなり、戦いの場万事せわしき時なりとも、兵法の道理を極め、動きなき心よくよく吟味すべし。一つ、兵法の身なりのこと。身のかかり、顔はうつむかつ、青のかつ、肩むかつ、ひずまつ、目を乱さず、額にしわを寄せず、眉あえにしわを寄せて、目の玉動かざるようにして、瞬きをせぬように思いて、目を少しすくめるようにして、うらやかに見ゆる顔、鼻筋すぐにして、少し音がいを出す心なり。首は後ろの筋をすぐに、うなじに力を入れて、肩より聡みは等しく覚え、両の肩を下げ、背筋をろくに尻を出さず、膝より足先まで力を入れて、腰のかがまざるように腹を張り、くさびをしむると言いて、脇差しの鞘に腹を持たせて帯のくつろがざるように、くさびをしむるという教えあり。総じて兵法の身において、常の身を兵法の身とし、兵法の身を常の身とすること寛容なり、よくよく吟味すべし。一
つ、兵法の目付けということ。目の付けようは、大きに広く作る目なり。関係二つのこと。官の目強く、剣の目弱く。遠きところ近く見、近きところ遠く見ること。兵法の線なり。敵の太刀を知り、いささかも敵の太刀を見ずということ。兵法の大事なり。工夫あるべし。この目付け、小さき兵法にも、大きなる兵法にも同じことなり。目の玉動かずして、両脇を見ること寛容なり。かようのこと、忙しき時、にわかにはわきまえがたし。この書きつけを覚え、常住この目付けになりて、何事にも目付けの変わらざるところ、よくよく吟味あるべきものなり。一つ、太刀の持ちようのこと。太刀の取りようは、大呼び人差しを受ける心に持ち、竹高指締めず緩まず、くすし指、小指をしむる心にして持つなり。手の内にはくつろぎのあること足し。敵を切るものなりと思いて、太刀を取るべし。敵を切るときも手の内に変わりなく、手のすくまざるように持つべし。もし敵の太刀を張ること、うくること、当たること、おさゆることありとも、大指、人差し指ばかりを少し変わる心にして、とにもかくにも、切ると思いて太刀を取るべし。試し物など切るときの手の内も、兵法にして切るときの手の内も、人を切るという手の内に変わることなし。総じて太刀にても、手にても、いつくということを嫌う。いつくは死ぬる手なり。いつかざるは生きる手なり。よくよく心うべきものなり。一つ、足使いのこと。足の運びようのこと。つま先を少し受けて、きびすを強く踏むべし。足使いはことによりて、大小知足はありとも、常に歩むがことし。足に飛び足、浮き足、踏みすゆる足とて、この三つ嫌う足なり。この道の大事にいわく、陰陽の足という。これ肝心なり。陰陽の足とは、片足ばかり動かさぬものなり。切るとき、引くとき、うくるときまでも陰陽とて、右左、右左と踏む足なり。返す返す、片足踏むことあるべからず。よくよく吟味すべきものなり。一つ、御法の構えのこと。御法の構えは、上段、中段、下段、右の脇に構ゆること。左の脇に構ゆること。この御法なり。構え五つに分かつといえども、皆人を切らんためなり。構え五つよりほかはなし。いずれの構えなりとも、かまゆると思わず、切ることなりと思うべし。かまえの大小は、ことにより理に従うべし。上中下は体のかまえなり。両脇は優のかまえなり。右左のかまえ、上のつまりて、脇一方つまりたるところなどにてのかまえなり。右左はところによりて分別あり。この道の大事にいわく、構えの極まりは中段と心べし。中段構えの本なり。兵法大きにしてみよ。中段は大将の座なり。大将に次ぎ、あと四段の構えなり。よくよく吟味すべし。一つ、太刀の道ということ。
太刀の道を知るというは、常に我が指す刀を指二つにって振る時も、道筋よく知り手は自由に振るものなり。太刀を早く振らんとするによって、太刀の道栄えて振りがたし、太刀は振り置きほどに静かに振る心なり。あるいは扇、あるいは小刀など使うように、早く振らんと思うによって、太刀の道近いて振りがたし。それは小刀刻みといいて、太刀にては人の切れざるものなり。太刀を打ち下げては上げよき道へ上げ、横に振り手は横に戻りよき道へ戻し、いかにも大きに肘を伸べて強く振ること。これ太刀の道なり。我が兵法の五つの面を使い覚えれば、太刀の道定まりて振り置きところなり、よくよく鍛錬すべし。一つ、五つの表の次第第一のこと。第一の構え、中段。太刀先を敵の顔へつけて、敵に行き合うとき、敵太刀打ちかくるとき、右へ太刀を外して乗り、また敵打ちかくるとき、切っ先返しにて打ち、打ち落としたる太刀そのまま置き、また敵の打ちかくるとき、下より敵の手張る。これ第一なり。総別この五つの表、書き作るばかりにては、合点なりがたし。五つの表の文は手にとって、太刀の道稽古するところなり。この五つの太刀筋にて、我が太刀の道をも知り、いかようにも敵の打つ太刀知るるところなり。この二刀の太刀の構え、五つより他にあらずと知らするところなり。鍛錬すべきなり。一つ、表の第二の次第のこと。第二の太刀、上段に構え、敵打ち隠るところ、一度に敵を打つなり、敵を打ち外したる太刀、そのまま起きて、また敵の打つところを下よりすくい上げて打つ。今一つ打つも同じことなり、この表の打ちにおいては、洋々の心持ち、いろいろの表紙、この表の内をもって一流の鍛錬をすれば、五つの太刀の道細やかに知って、いかようにも勝つところあり、稽古すべきなり。一つ、表第三の次第のこと。第三の構え、下段に持ち、引っ下げたる心にして、敵の打ち隠るところを下より手を張るなり、手を張るところをまた敵張る太刀を打ち落とさんとするところを越す拍子にて敵打ちたる後二の腕を横に切る心なり、下段にて敵の打つところを一度に打ち止むることなり、下段の構え、道を運ぶに早き時も遅き時も出会うものなり、太刀を取って鍛錬あるべきなり。一つ、表第四の次第のこと。第四の構え、左の脇に横に構えて敵の打ち隠る手を下より張るべし、下より張るを敵打ち落とさんとするを手を張る心にて、そのまま太刀の道を受け、我が肩の上へ筋替えに切るべし、これ太刀の道なり。また敵の打ち隠る時も太刀の道を受けて勝つ道なり、よくよく吟味あるべし。一つ、表第五の次第のこと。第五の次第、太刀の構え、我が右の脇に横に構えて敵打ち隠るところの位を受け、我が太刀下の横より筋替えて上段に振り上げ、上よりすぐに切るべし。これも太刀の道よく知らんためなり。この表にて振り付けぬれば、思っき太刀自由に振られるところなり。この
五つの表において細かに書き作ることにあらず、我が家の一通りたちの道を知り、また大方表紙をも覚え、敵の太刀を見まくること、まずこの五つにて、普段手を枯らすところなり。敵と戦いのうちにも、この太刀筋を枯らして、敵の心を受け、いろいろの表紙にて、いかようにも勝つところなり。よくよく分別すべし。一つ、右向向こうの教えのこと。向こう向こうというは、太刀をかまゆるということあるべきことにあらず。されども、御法に置くことあれば、構えともなるべし。太刀は敵の縁により、ところにより、景気に従い、いずれの方に置きたりとも、その敵切りよきように持つ心なり。上段も時に従い、少し下がる心なれば中段となり、中段を理により少し上がれば上段となる。下段も折に触れ、少し上がれば中段となる。両脇の構えも、位により少し中へい出せば、中段、下段ともなる心なり。しかるによって、構えはりて構えはなきという理なり。まず太刀を取っては、いずれにしてなりとも敵を切るという心なり。もし敵の切る太刀を送る、張る、当たる、粘る、触るなどいうことあれども、皆敵を切る縁なりと心うべし。送ると思い、張ると思い、当たると思い、粘ると思い、触ると思うによって切ること不足なるべし。何事も切る縁と思うことを寛容なり。よくよく吟味すべし。兵法を大きにして、忍術立てというも構えなり、皆合戦に勝つ縁なり、いつくということあしし、よくよく工夫すべし。一つ、敵を打つに一つ表紙のうちのこと。敵を打つ表紙に一つ表紙といって、敵我当たるほどの位を得て、敵のわきまえぬうちを心に得て、我が身も動かさず、心もつけず、いかにも早くすぐに打つ表紙なり、敵の太刀、引かん、外さん、打たんと思う心のなきうちを打つ表紙。これ、一表紙なり。この表紙よく習い得て、間の表紙を早く打つこと、鍛錬すべし。一つ、二の腰の表紙のこと。二の腰の表紙、我打ち出さんとするとき、敵早く引き、早く張りの来るようなるときは、我打つと見せて、敵の張り手たるむところを打ち、引き手たるむところを打つ。これ、二の腰の打ちなり。この書きつけばかりにてはなかなか打ち絵がたかるべし、教え受けてはたちまち合手の行くところなり。一つ、無念無双の打ちということ。敵も打ち出さんとし、我も打ち出さんと思うとき、身も打つ身になり、心も打つ心になって、手はいつとなく空より後早に強く打つこと。これ無念無双とて一大事のうちなり。このうちたびたびいであううちなり。よくよく習いえて鍛錬あるべき儀なり。一つ、流水のうちということ。流水のうちといて、敵屋になりて競り合うとき、敵は早く引かん、早く外さん、早く太刀を張りのけんとするとき、我が身も心も大きになって、太刀を我が身の後より、いかほどもゆるゆると、よどみのあるように、大きに強く打つことなり。このうち、習い得ては確かに打ちよきものなり、敵の位を見まくること寛容なり。一つ、
縁のあたりということ。我打ち出すとき、敵打ち止めん、張りの剣とするとき、我が打ち一つにして、頭をも打ち、手をも打ち、足をも打つ。太刀の道一つをもって、いずれなりとも打つところ、これ縁の打ちなり。このうちよくよく打ち習い、いつもいで合う打ちなり。こまごま打ち合いて、分別あるべきことなり。一つ、石化のあたりということ。石化のあたりは敵の太刀と我が太刀と付き合うほどにて、我が太刀少しも上げずして、いかにも強く打つなり。これは足も強く、身も強く、手も強く、見どころをもって早く打つべきなり。このうちたびたび習わずしては打ちがたし、よく鍛錬すれば強く当たるものなり。一つ、もみじの打ちということ。もみじの打ち、敵の太刀を打ち落とし、太刀取り直す心なり。敵前に太刀を構え、打たん、はらん、受けんと思うとき、我が打つ心は無念無想のうち、また石化のうちにても敵の太刀を強く打ち、そのまま後を粘る心にて、切っ先下がりに打てば、敵の太刀必ずおつるものなり、このうち鍛錬すれば打ち落とすことやすし、よくよく稽古あるべし。一つ、太刀に変わる身ということ。身に変わる太刀とも言うべし、総じて敵を打つに、太刀も身も一度には打たざるものなり、敵の打つ縁により、身をば先へ打つ身になり、太刀は身に構わず打つところなり。もしは身は揺るがず、太刀にて打つことはあれども、大方は身を先へ打ち、太刀を後より打つものなり、よくよく吟味して打ち習うべきなり。一つ、打つと当たるということ。打つということ、当たるということ、二つなり。打つという心はいずれのうちにても思い受けて確かに打つなり。当たるは雪当たるほどの心にて、なんと強く当たり、たちまち敵の死ぬるほどにてもこれは当たるなり。打つというは心得て打つところなり、吟味すべし。敵の手にても足にても当たるというはまず当たるなり。当たりて後を強く打たんためなり。当たるは触るほどの心、よく習いえては格別のことなり。工夫すべし。一つ、修行の身ということ。修行の身とは手を出さぬ心なり。敵へ入り身に少しも手を出す心なく敵打つ前、身を早く入るる心なり。手を出さんと思えば必ず身の遠のくものなるによって、そう身を早く移り入るる心なり。手にて受け合わするほどの間には、身も入りやすきものなり、よくよく吟味すべし。一つ、執行の身ということ。執行とは入り身によく尽きて離れぬ心なり、敵の身にいるとき、頭をもつけ、身をもつけ、足をもつけ、強くつくところなり。人ごとに顔足は早く入れども、身ののくものなり。敵の身へ我が身をよくつけ、少しも身の愛のなきようにつくものなり。よくよく吟味あるべし。一つ、竹比べということ。竹比べというは、いずれにても敵へ入り込むとき、我が身の縮まざるようにして、足をも伸べ、腰をも伸べ、首をも伸べて強く入り、敵の顔と顔と並べ、身の丈を比べるに、比べ勝つと思うほど丈高くなって、強く入るところ肝心なり、よくよく工夫あるべし。
一つ粘りをかぐるということ。敵も打ちかけ我も立ち打ちかくるに、敵受くるとき我が立ち敵の立ちにつけて粘る心にしているなり。粘るは立ち離れがたき心、あまり強くなき心にいるべし。敵の立ちにつけて粘りをかけいるときはいかほども静かに入りても苦しからず。粘るということと、もつるるということ、粘るは強し、もつるるは弱し。このこと、分別あるべし。一つ、身の当たりということ。身の当たりは敵の際へ入り込みて、身にて敵に当たる心なり。少し我が顔をそばめ、我が左の肩を出し、敵の胸に当たるなり。当たること、我が身をいかほども強くなり当たること、行き合う拍子にて弾む心にいるべし。このいること、入りなら言えては敵二軒も三軒も励のくほど強きものなり、敵死にいるほども当たるなり、よくよく鍛錬あるべし。一つ、三つの受けのこと。三つの受けというは、敵へ入り込むとき、敵打ち出す太刀を送るに、我が太刀にて敵の目をつくようにして、敵の太刀を我が右の肩へ引き流して送ること。また、突き受けといて敵打つ太刀を、敵の右の目をつくようにして、首を挟む心に突きかけて送るところ。また、敵の打つとき、短き太刀にているに、受くる太刀はさのみ構わず、我が左の手にて敵の面をつくようにして入り込む。これ三つの受けなり。左の手を握りて拳にて面をつくように思うべし。よくよく鍛錬あるべきものなり。一つ、表を指すということ。表を指すというは、敵立ち合いになりて、敵の立ちの間、我が立ちの間に敵の顔を我が立ち先にてつく心に、常に思うところ肝心なり。敵の顔をつく心あれば、敵の顔、身も乗るものなり。敵を乗らするようにしては、いろいろ勝つところの理あり。よくよく工夫すべし。戦いのうちに、敵の身乗る心ありては、はや勝つところなり。それによって表を指すということ、忘るべからず。兵法、稽古のうちに、この理、鍛錬あるべきものなり。一つ、胸を指すということ。胸を指すというは、戦いのうちに、上、つまり、脇詰まりたるところなどにて、切ることいずれもなりがたきとき、敵をつくこと、敵の渦たちを外す心は、我がたちの胸をすぐに敵に見せて、立ち先歪まざるように引き取りて、敵の胸をつくことなり。もし、我くたびれたるときか、または刀の切れざるときなどに、この儀もっぱら持ちゆる、心なり。よくよく分別すべし。一つ、かつとつということ。かつとつというは、いずれも我打ちかけ、敵を落ち込むとき、敵また打ち返すようなるところ、下より敵をつくように上げて、返しにて打つこと、いずれも早き拍子を持って、かつとつと打ち、かつと突き上げ、とつとを打つ心なり。この拍子いつも打ち合いのうちには、もっぱらいで合うことなり。かつとつの使用、切っ先あぐる心にして、敵をつくと思い、あぐると一度に打つ拍子。よく稽古して、吟味あるべきことなり。一つ、張り受けということ。張り受けというは、敵と打ち合うとき、
途端途端という拍子になるに、敵の打つところを我が太刀にて張り合わせ打つなり、張り合わせる心は佐野見きつく張るにあらず、また送るにあらず。敵の打つ太刀に応じて、打つ太刀を張りて、張るより早く敵を打つことなり。張るにて線を取り、打つにて線を取るところ寛容なり。張る拍子よく合えば、敵なんと強く打ちても、少し張る心あれば、太刀先のおつることにあらず。よく習いえて吟味あるべし。一つ、縦木の位のこと。縦木の位というは、一心にして大勢と戦う時のことなり。我が刀脇差しを抜きて左右へ広く、太刀を横に捨てて構ゆるなり。敵は四方よりかかるとも、一方へ追い回す心なり。敵かかるくらい前後を見分けて、先へ進む者に早く行き合い、大きに目をつけて、敵打ち出すくらいを得て、右の太刀も左の太刀も一度に振り違えて、待つこと足し。早く両脇の位に構え、敵のいでたるところを強く切り込み、おつ崩して、そのまままた敵のいでたる方へかかり、振り崩す心なり。いかにもして、敵を人へに、魚つなぎに追いなす心に仕掛けて、敵の重なると見えば、そのまま間をすかさず強く払い込むべし。敵合い込むところ、ひたと追い回し乗れば、墓の雪が足し。また敵のいずるカタカタと思えば、待つ心ありて墓雪が足し。敵の敵の拍子を受けて、崩るるところを知り、勝つことなり。折々相手をあまた寄せ、追い込みつけて、その心を得れば、一人の敵も、十二十の敵も、心安きことなり。よく稽古して吟味あるべきなり。一つ、打ち合いの理のこと。この打ち合いの理ということにて、兵法たちにての、かつりをわきまゆるところなり。細やかに書きするすにあらず、よく稽古ありて、勝つところを知るべきものなり。大方、兵法の誠の道を表す太刀なり。口伝。一つ、一つの打ちということ。この一つの打ちという心をもって、確かに勝つところを得ることなり。兵法よく学ばざれば心得がたし。この儀よく鍛錬すれば、兵法を心のままになって、思うままに勝つ道なり、よくよく稽古すべし。一つ、直通の位ということ。直通の心、二刀一流の誠の道を受けて、伝ゆるところなり、よくよく鍛錬して、この兵法に身をなすこと寛容なり、口伝。右書き作るところ一流の剣術大方この巻に印を置くことなり兵法を太刀を取りて人に勝つところを覚えるはまず五つの表を持って五方の構えを知り太刀の道を覚えて相対柔らかになり心の聞き入れて道の拍子を知り己と太刀も手さえて身も足も心のままにほどけたる時に従い、一人に勝ち、二人に勝ち、兵法の良し悪しを知るほどになり、この一所のうちを一箇条一箇条と稽古して、敵と戦い、次第次第に道の利を得て、絶えず心にかけ、急ぐ心なくして、折々手に触れては徳を覚え、いずれの人とも打ち合い、その心を知って千里の道も、一足ずつ運ぶなり、ゆるゆると思い、この法を行うこと、武士の役なりと心得て、今日は昨日の我に勝ち、明日は下手に勝ち、後は上手に勝つと思い、この書き物のごとくにして、
少しも脇の道へ心の行かざるように思うべし、たとえ何ほどの敵に打ち勝ちても、習いに背くことにおいては、まことの道にあるべからず。この理、心に浮かびては、一心をもって数十人にも、かつ心のわきまえあるべし。しかる上は、剣術の知力にて、大分一分の兵法をも得道すべし。千日の稽古を担とし、万日の稽古を練とす。よくよく吟味あるべきものなり。新面武蔵、正保二年5月12日、寺尾孫の城殿。かの巻。二刀一流の兵法、戦いのことを火に思いとって、戦い勝負のことをかの巻として、この巻に書き表すなり。まず世間の人ごとに、兵法の理を小さく思いなして、あるいは指先にて手首五寸三寸の理を知り、あるいは扇を取って、肘より先の先後の勝ちをわきまえ、または竹刀などにて、わずかの早き理を覚え、手を利かせ習い、足を利かせ習い、少しの理の早きところをせんとすることなり。我兵法において、数度の勝負に一目をかけて打ち合い、生じ二つの理を分け、刀の道を覚え、敵の打つ太刀の強弱を知り、刀の刃骨の道をわきまえ、敵を打ち果たすところの鍛錬を得るに、小さきこと、弱きこと、思い寄らざるところなり。ことに六具固めてなどの理に、小さきことを思いずることにあらず。さらには、命をばかりの打ち合いにおいて、一人として五人十人とも戦い、その勝つ道を確かに知ること、我が道の兵法なり。しかるによって、一人にして十人に勝ち、千人をもって万人に勝つ道理、何の差別あらんや。よくよく吟味あるべし。去りながら常々の稽古の時、千人万人を集め、この道、し習うことなることにあらず、一人太刀を取っても、その敵敵の知略を図り、敵の強弱、手立てを知り、兵法の知得をもって万人に勝つところを極め、この道の達者となり、我が兵法の直道を世界において垂れかえん。また、いずれか極めんと確かに思いとって、長短積練して、磨きを仰せて後、一人自由を得、おのずから既読を得、通力不思議あるところ、これ、兵として法を行ういきなり。一つ、場の次第ということ。場の位を見分けるところ、場において、火を追うということあり、火を後ろに出して構ゆるなり、もしところにより火を後ろにすることならざるときは、右の脇へ火をなすようにすべし、座敷にても明かりを後ろ、右脇となすこと同然なり、後ろの場つまらざるように、左の場をくつろげ、右の脇の場を詰めて構えたきことなり、夜にても敵の見ゆるところにては火を後ろに追い、明かりを右脇にすること、同然と心得て構えべきものなり。敵を見下ろすといいて、少しも高きところに構えるように心べし。座敷にては上座を高きところと思うべし。さて、戦いになりて敵を追い回すこと、我が左の方へ追い回す心、難所敵の後ろにさせ、いずれにても難所へ追いかくること寛容なり。難所にて敵に場を見せずといいて、敵に顔を振らせず、油断なくせりつむる心なり。座敷にても敷居かもい図書寺縁など、また柱などの方へ追いつむるにも場を見せずということ同然なり。いずれも敵を追いかくる方、
足場の悪きところ、または脇に構いのあるところ、いずれも場の徳を用いて、場の価値を得るという心線にして、よくよく吟味し、鍛錬あるべきものなり。一つ、三つの線ということ。三つの線、一つは我が方より敵へかかる線、剣の線というなり。また一つは敵より我が方へかかる時の線、これは体の線というなり。また一つは我もかかり、敵もかかり合う時の線、体体の線という。これ三つの線なり。いずれの戦い始めにも、この三つの線より他はなし。線の次第をもって、早勝つことを得るものなれば、線ということ兵法の第一なり。この線の司祭揚々ありといえども、その時の理を線とし、敵の心を見、我が兵法の知恵をもって勝つことなれば、細やかに書きわくることにあらず。第一、剣の線、我かからんと思うとき、静かにしており、にわかに早くかかる線、上を強く早くし、そこを残す胸の先。また我が胸をいかにも強くして、足は常の足に少し早く、敵の際へ寄ると、早くもみ立つる線。また胸を放って。初中後、同じことに敵をひしぐ心にて、そこまで強き心に勝つ。これいずれも剣の線なり。第二、体の線。敵我が方へかかり来るとき、少しも構わず、弱きように見せて敵近くなってずんと強く離れて、飛びつくように見せて敵のたるみを見てすぐに強く勝つこと、これ一つの線。また敵かかり来るとき、我もなお強くなって出るとき、敵のかかる拍子の変わる間を受け、そのまま価値を得ること、これ体の線の理なり。第三、体体の線。敵早くかかるには、我静かに強くかかり、敵近くなってずんと思い切る身にして、敵のゆとり飲みゆるとき、すぐに強く勝つ。また敵静かにかかるとき、我が身浮きやかに少し早くかかりて、敵近くなりて、人もみもみ、敵の色に従い、強く勝つこと、これ大体の線なり。このぎ細やかに書き分けがたし、この書き付けをもって、大方工夫あるべし。この三つの線、時に従い、理に従い、いつにても、我が方よりかかることにはあらざるものなれども、同じくは我が方よりかかりて敵を回したきことなり、いずれも線のこと、兵法の知力をもって必ず勝つことを得る心、よくよく鍛錬あるべし。一つ、枕を押さえるということ。枕を押さえるとは、頭を上げさせずという心なり。兵法勝負の道に限って、人に我が身を回されて後につくこと悪しし、いかにもして敵を自由に回したきことなり、しかるによって敵もさように思い、我もその心あれども、人のすることを受けがわずしてはかないがたし、兵法に敵の打つところを止め、つくところを抑え、組むところをもぎ離しなどすることなり、枕を押さえるというは、我誠の道を得て敵にかかり合うとき、敵何事にても思う兆しを敵の背の内に見知りて、敵の打つという打つ能の字の頭を押さえて、後をさせざる心、これ枕を押さえる心なり。例えば敵のかかるというかの字を押さえ、飛ぶというとの字の頭を押さえ、切るという木の字の頭を押さえる、皆もって同じ心なり。敵我に技をなすことにつけて、
役に立たざる言葉敵に任せ、役に立つほどの言葉を抑えて敵にさせぬようにするところ、兵法の線なり。これも敵のすることを抑えん抑えんとする心、後手なり。まず我は何事にても道に任せて技をなすうちに敵も技をせんと思う頭を抑えて、何事も役に立たせず敵をこなすところ、これ兵法の達者鍛錬のゆえなり。枕を抑えること、よくよく吟味あるべきなり。一つ、遠越すということ。遠越すというは、例えば、海を渡るに瀬戸というところもあり、または四十里五十里とも長き海を越すところを都というなり。人間の世を渡るにも一代のうちには、遠越すというところを多かるべし。船地にしてその都のところを知り、船の位を知り、日波をよく知りて、友船は出さずとも、その時の位を受け、あるいは開きの風に頼り、あるいは追い風をも受け、もし風変わりても二里三里は路数を持っても港に着くと心得て、船を乗り取り、遠越すところなり。その心を得て人の世を渡るにも、一大事にかけて遠越すと思う心あるべし。兵法戦いのうちにも遠越すこと寛容なり。敵の位を受け、我が身の達者を覚え、その量をもって遠越すこと、良き船頭の海路を越すと同じ。遠越してはまだ心安きところなり。遠越すということ、敵に弱みをつけ、我が身も線になりて、大方早勝つところなり。大小の兵法の上にも、遠越すという心寛容なり。よくよく吟味あるべし。一つ、景気を知るということ。景気を見るというは、大分の兵法にしては、敵の栄え衰えを知り、相手の人数の胸を知り、その場の位を受け、敵の景気をよく見受け、我が人数何と仕掛け、この兵法の理にて確かに勝つというところを飲み込みて、千の位を知って戦うところなり。また一分の兵法も敵の流れをわきまえ、相手の人柄を見受け、人の強き弱きところを見つけ、敵の景色に違うことを仕掛け、敵のメリカリを知り、その間の表紙をよく知りて、線を仕掛けるところ寛容なり。物事の景気ということは、我が知力強ければ必ず見ゆるところなり。兵法自由の身になりては、敵の心をよく測りて、かつ道を狩るべきことなり。工夫あるべし。一つ、剣を踏むということ。剣を踏むという心は、兵法にもっぱら用いる義なり。まず大きなる兵法にしては、弓、鉄砲においても、敵我が肩へ打ちかけ、何事にても、しか来るとき敵の弓、鉄砲にても、話しかけて、その後にかかるによって、また弓をつがい、また鉄砲にくすり込みて、かかり込むとき、込み入り方し、弓鉄砲にても敵の放つうちに、早かかる心なり、早くかかれば矢もつがい方し、鉄砲も打ち得ざる心なり、物事を敵の仕掛けると、そのままその利を受けて、敵のすることを踏みつけて勝つ心なり、また一分の兵法も敵の打ち出す太刀の後へ打てば、トタントタンとなりて、墓ゆかざるところなり。敵の打ち出す太刀は、足にて踏みつくる心にして、打ち出すところを勝ち、二度目を敵の打ち得ざるようにすべし。踏むというは、足には限るべからず、身にても踏み、心にても踏み、もちろん太刀にても踏みつけて、二度目を敵によくさせざるように、
心得べし。これすなわち物事の線の心なり。敵と一度に解いて、行き当たる心にてはなし。そのまま後につく心なり。よくよく吟味あるべし。一つ、崩れを知るということ。崩れということは物事あるものなり。その家の崩るる、身の崩るる、敵の崩るることも、時のあたりて、表紙違いになりて崩るるところなり。大分の兵法にしても、敵の崩るる表紙を得て、間を抜かさぬように追い立つること寛容なり。崩るるところの息を抜かしては、立て返すところあるべし。また一分の兵法にも、戦ううちに、敵の表紙違いて崩れ目のつくものなり。そのほどを油断すれば、また立ち返り、新しくなりて、はかゆかざるところなり。その崩れ目につき、敵の顔立て直さざるように、確かに追いかくるところ寛容なり。追いかくるはすぐに強き心なり。敵立て返さざるように打ち放すものなり。打ち放すということ、よくよく分別あるべし。離れざればしだるき心あり、工夫すべきものなり。一つ、敵になるということ。敵になるというは、我が身を敵になり変えて思うべきというところなり。世の中を見るに盗みなどして、家の内へ取りこもるようなるものをも敵を強く思いなすものなり。敵になりて思えば、世の中の人を皆相手とし、逃げ込みて戦火だなき心なり。取りこもるものは記事なり、打ち果たしにいる人は鷹なり。よくよく工夫あるべし。大きなる兵法にしても敵を言えば、強く思いて大事にかくるものなり。良き人数を持ち、兵法の道理をよく知り、敵に勝つというところをよく受けては、気遣いすべき道にあらず。一分の兵法も敵になりて思うべし。兵法よく心得て、道理強く、その道達者なる者に相手は必ずまくると思うところなり。よくよく吟味すべし。一つ、四つ手を話すということ。四つ手を話すとは、敵も我も同じ心に、張りよう心になっては戦いの破壊かざるものなり。張りよう心になると思わば、そのまま心を捨てて、別の理にて勝つことを知るなり。大分の兵法にしても、四つ手の心にあれば、はかゆかず人の損ずることなり、早く心を捨てて敵の思わざる理にて勝つことせんなり。また一分の兵法にても四つ手になると思わば、そのまま心を変えて敵の位を得て、格別変わりたる理をもって勝ちをわきまゆること寛容なり。よくよく分別すべし。一つ、影を動かすということ。影を動かすというは、敵の心の見えわかぬ時のことなり。大分の兵法にしても、何とも敵の位の見分けざる時は、我が方より強く仕掛けるように見せて、敵の手立てを見るものなり。手立てを見ては、格別の理にて勝つこと安きところなり。また一分の兵法にしても、敵、後ろに太刀を構え、脇に構えたるようなる時は、ふつと打たんとすれば、敵思う心を太刀に表すものなり。現れ知るるにおいては、そのまま利を受けて、確かに勝ち知るべきものなり。油断すれば、拍子抜くるものなり。よくよく吟味あるべし。一つ、影を抑えるということ。影を抑えるというは、敵の方より仕掛ける心の見えたる時のことなり。大分の兵法にしては、敵の技をせんとする心を、抑えると言いて、
我が方よりその利を抑えるところを敵に強く見すれば、強気に押されて敵の心変わることなり。我も心を違えて、空なる心より線を仕掛けて勝つところなり。一分の兵法にしても敵の起こる強き兆しを利の表紙をもってやめさせ、闇たる表紙に我が活利を受けて戦後仕掛くるものなり。よくよく工夫あるべし。一つ、うつらかすということ。うつらかすというは物事にあるものなり、あるいは眠りなどもうつり、あるいはあくびなどのうつるものなり、時のうつるもあり、大分の兵法にして敵浮気にしてことを急ぐ心のみゆる時は、少しもそれに構わざるようにして、いかにもゆるりとなりてみすれば、敵も我がことに受けて兆したるむものなり。その移りたると思う時、我が方より空の心にして早く強く仕掛けて活利を得るものなり。一分の兵法にしても我が身も心もゆるりとして敵のたるみの間を受けて強く早く線に仕掛けて勝つところ線なり。また弱するといいて、これに似たることあり。一つは退屈の心、一つはうかつく心、一つは弱くなる心。よくよく工夫あるべし。一つ、むかつかするということ。むかつかするというは物事にあり、一つには際どき心、二つには無理なる心、三つには思わざる心。よく吟味あるべし。大分の兵法にしてむかつかすること寛容なり、敵の思わざるところへ憤おしく仕掛けて、敵の心の極まらざるうちに我が利をもって戦後仕掛けて勝つこと寛容なり。また一分の兵法にしても、はじめゆるりと見せてにわかに強くかかり、敵の心のめり借り、働きに従い息を抜かさず、そのまま利を受けて勝ちをわきまゆること寛容なり。よくよく吟味あるべきなり。一つ、脅かすということ。怯ゆるということ、物事にあることなり。思いもよらぬことに怯ゆる心なり。大分の兵法にしても敵を脅かすこと眼前のことにあらず、あるいは物の声にても脅かし、あるいは小を大にして脅かし、また肩脇よりふと脅かすこと、これ怯ゆるところなり。その怯ゆる表紙を得て、その利をもって勝つべし。一分の兵法にしても身をもって脅かし、太刀をもって脅かし、声をもって脅かし、敵の心になきことふと仕掛けて、怯ゆるところの利を受けて、そのまま勝ちを得ること寛容なり。よくよく吟味あるべし。一つ、まぶるるということ。まぶるるというは敵我手近くなって互いに強く張り合いて、墓ゆかざると見ればそのまま敵と一つにまぶれ合いて、まぶれ合いたるそのうちに利をもって勝つこと寛容なり。大分小分の兵法にも敵我肩分けては互いに心張り合いて、勝ちのつかざる時はそのまま敵にまぶれて互いに分けなくなるようにして、そのうちの得を得、そのうちの勝ちを知りて強く勝つことせんなり。よくよく吟味あるべし。一つ、角に触るということ。角に触るというは物事強きものを押すに、そのまますぐには押し込みがたきものなり。大分の兵法にしても敵の人数を見て張り出し強きところの角に当たりて、その利を奪べし。角のめるに従い、すべてもみなめる心あり、そのめるうちにも角角に心得て活利を受くること寛容なり。一分の兵法にしても敵の体の角に痛みをつけ、
その体少しも弱くなり、くずるる体になりては、かつこと安きものなり。このことよくよく吟味して、かつところをわきまゆることせんなり。一つ、うろめかすということ。うろめかすというは、敵に確かなる心を持たせざるようにするところなり。大分の兵法にしても戦いの場において敵の心を測り、我が兵法の知力をもって敵の心をそここことなし、とのこうのと思わせ、遅し早しと思わせ、敵うろめく心になる拍子を得て、確かに勝つところをわきまゆることなり。また一分の兵法にして、我時にあたりていろいろの技を仕掛け、あるいは打つと見せ、あるいは突くと見せ、または入り込むと思わせ、敵のうろめく兆しを得て、自由に勝つところ、これ戦いの線なり。よくよく吟味あるべし。一つ、三つの声ということ。三つの声とは、初中後の声といいて、三つにかけわくることなり。ところにより、声をかぐるということせんなり。声は、勢いなるによって、火事などにもかけ、風波にもかけ、声は勢力を見するなり。大分の兵法にしても、戦いより初めにかくる声は、いかほども仮想をかけて声をかけ、また戦う間の声は、調子を引きく、そこより出る声にてかかり、かじてのち、後に大きに強くかくる声、これ三つの声なり。また一分の兵法にしても、敵を動かさんため、打つと見せて、頭よりえいっと声をかけ、声の後より太刀を打ち出すものなり。また敵を打ちて後に声をかくること、勝ちを知らせる声なり。これを戦後の声という。太刀と一度に大きに声をかくることなし。もし戦いのうちにかくるは、拍子に乗る声、低くかくるなり。よくよく吟味あるべし。一つ。紛るるということ。紛るるというは、大分の戦いにしては、人数を互いに立て合い、敵の強き時、紛るると言って、敵の一方へかかり、敵くずるると見ば、捨ててまた強き方々へかかる。大方つづら折りにかかる心なり。一分の兵法にして、敵を大勢よするも、この心せんなり。方々を片つ、方々逃げば、また強き方へかかり、敵の拍子を得て、良き拍子に左右とつづら折りの心に思いて、敵の色を見合いてかかるものなり。その敵の位を得、打ち通るにおいては少しも引く心なく、強く勝つ理なり。一分入り身の時も敵の強気にはその心あり。紛るるということ、一足も引くことを知らず、紛れゆくという心、よくよく分別すべし。一つ、ひしぐということ。ひしぐというは、例えば敵弱くみなして、我強めになってひしぐという心せんなり。大分の兵法にしても、敵少人数の位を見こなし、または大勢なりとも敵うろめきて弱みつくところなれば、ひしぐと言って頭より傘をつけておっぴしぐ心なり。ひしぐこと弱ければもて返すことあり。手の内に握ってひしぐ心、よくよく分別すべし。また一分の兵法の時も、我が手に不足のもの、または敵の拍子違い、すさり目になるとき、少しも息をくれず、目を見合わせざるようになし、まっすぐにひしぎつぐること寛容なり、少しも起き立てさせぬところ第一なり、よくよく吟味あるべし。一つ、三回の代わりということ。
三回の心というは、敵我戦いのうちに同じことをたびたびすること悪しきところなり、同じことを二度は是非に及ばず、三度するにあらず。敵に技を仕掛けるに、一度にて用いずば、今一つもせきかけてその利に及ばず、格別変わりたることを干すと仕掛け、それにもはかゆかずば、また格別のことを仕掛くべし。しかるによって、敵山と思わば海と仕掛け、海と思わば山と仕掛くる心、兵法の道なり。よくよく吟味あるべきことなり。一つ、底を抜くということ。底を抜くというは、敵と戦うに、その道の利をもって、上は数と見ゆれども、心を耐えさざるによって、上にては負け、下の心は負けぬことあり、その義においては、我にわかに変わりたる心になって、敵の心を絶やし、そこよりまくる心に敵のなるところ、見ることせんなり、この底を抜くこと、立ちにても抜き、また身にても抜き、心にても抜くところあり。一つ道にはわきまえべからず、そこより崩れたるは、我が心残すに及ばず、さなき時は残す心なり、残す心あれば敵崩れがたきことなり、大分小分の兵法にしても、そこを抜くところ、よくよく鍛錬あるべし。一つ、新たになるということ。新たになるとは、敵我戦うとき、もつるる心になって、はかゆかざるとき、我が気を振り捨てて、物事を新しく始むる心に思いて、その拍子を受けて、価値をわきまえるところなり。新たになることはいつも敵と我きしむ心になると思わば、そのまま心を変えて、格別の利をもって勝つべきなり。大分の兵法においても、新たになるというところ、わきまえること寛容なり。兵法の知力にては、たちまち見ゆるところなり。よくよく吟味あるべし。一つ、外御守ということ。外御守というは、敵と戦いのうちに、互いに細かなるところを思い合わせて、もつるる心になるとき、兵法の道を常に、外御守、外御守と思いて、いかにも細かなるうちににわかに大きなる心にして、大小に変わること、兵法一つの心立てなり。平勢人の心も、外御守、と思うべきところ、武士の肝心なり。兵法大分小分にしても、この心離るべからず、このことよくよく吟味あるべきものなり。一つ、小卒を知るということ。小卒を知るとは、いずれも戦いに及ぶとき、我が思う道に至りては、絶えずこの方を行い、兵法の知力を得て、我が敵たる者をば、皆我が卒なりと思いとって、なしたきようになすべしと心得、敵を自由に回さんと思うところ、我は小なり、敵は卒なり、工夫あるべし。一つ、塚を離すということ。塚を離すというに、いろいろ心あることなり。無刀にて、かつ心あり。また立ちにて、かたざる心あり。さまざま心の行くところ、かぎ作るにあらず、よくよく鍛錬すべし。一つ、岩尾の実ということ。岩尾の実ということ。兵法を得道して、たちまち岩尾のごとくになりて、万事渡らざるところ、動かざるところ、苦点。右、書き作るところ、一流剣術の場にして、絶えず思い寄ることのみ言い表しおくものなり。
今初めてこの理を書き記すものなれば、後先と書き紛るるる心ありて、細やかに言い訳がたし。去りながら、この道を学ぶべき人のためには、心印になるべきものなり。我若年よりこの方、兵法の道に心をかけて、剣術一通りのことにも手をからし、身をからし、いろいろさまざまの心になり、他の流々をも尋ねみるに、あるいは口にていいかこつけ、あるいは手にて細かなる技をし、人目によきように見すると言いても、一つもまことの心にあるべからず。もちろん、かようのことをしならいても、身を聞かせならい、心を聞かせ作ることと思えども、皆これ道の病となりて、後々までもうせがたくして、兵法の直道よにくちて、道のすたるもといなり。剣術まことの道になって、敵と戦い勝つこと、この方、いささか変わることあるべからず。我が兵法の知力を得て、すぐなるところを行うにおいては、勝つこと疑いあるべからざるものなり。新面武蔵、正法2年5月12日、寺尾孫の城殿。風の巻。兵法多流の道を知ること。他の兵法の流々を書きつけ風の巻として、この巻に表すところなり。多流の道を知らずしては、我が一流の道確かにわきまえがたし。他の兵法を尋ねみるに、大きなる太刀をとって、強きことを線にしてその技をなす流れあり。あるいは小太刀といいて、短き太刀を持って道を務むる流れもあり。あるいは太刀、数多く巧み、太刀の構えを持って大面といい、奥として道を伝える流もあり。これ皆誠の道にあらざること、この巻の奥に確かに書き表し、全額利費を知らするなり。我一流の道理、格別の義なり、他の流々、芸にわたって見過ぎのためにして、色を飾り、花を咲かせ、売り物にこしらえたるによって、誠の道にあらざることか。また世の中の兵法、剣術ばかりに小さく見立てて、太刀を振り習い、身を聞かせて、手の軽るところを持って、勝つことをわきまえたるものか。いずれも確かなる道にあらず、多流の不足なるところ、一つ一つこの書に書き表すなり、よくよく吟味して、二刀一流の理をわきまゆべきものなり。一つ、多流に大きなる太刀を持つこと。他に大きなる太刀を好む流あり、我が兵法よりして、これは弱き流と見立つるなり。そのゆえは他の兵法、いかさまにも人に勝つという理をば知らずして、太刀の長きを得として、敵相遠きところより勝ちたきと思うによって、長き太刀好む心あるべし。世の中に言う、一寸手まさりとて、兵法知らぬ者の沙汰なり。しかるによって、兵法の利なくして、長きをもって遠く勝たんとする。それは心の弱きゆえなるによって、弱き兵法と見立つるなり。もし、敵相近く組み合うほどの時は、太刀長きほど打つことも聞かず、太刀の元折り少なく、太刀を二にして、小脇差し手振りの人に劣るものなり。長き太刀好む身にしては、その言い訳はあるものなれども、それはその身一人の利なり。世の中の誠の道より見るときは、道理なきことなり。長き太刀持たずして、短き太刀にては、必ず巻くべきことか。あるいはその場により、上下脇などの詰まりたるところ、あるいは脇差しばかりの座にても、
長きを好む心、兵法の疑いとて悪しき心なり。人により勝力なるものもあり、昔より大は小を叶えるといえば、無駄と長きを嫌うにはあらず、長きと偏る心を嫌う気なり。大分の兵法にして、長たちは大人数なり、短きは少人数なり、少人数と大人数にて合戦はなるまじきものか。少人数にて大人数に勝ちたる試し多し、我が一流においてさように片づき裁き心嫌うことなり、よくよく吟味あるべし。一つ、他流において強みの立ちということ。立ちに強き立ち、弱き立ちということはあるべからず、強き心にて振るう立ちは荒き者なり、荒きばかりにては勝ちがたし、また強き立ちといいて人を切る時にして無理に強く切らんとすれば切れざる心なり、試し者などに切る心にも強く切らんとすることあしし、誰においても仇と器量に弱く切らん、強く切らんと思うものなし。ただ人を切り殺さんと思うときは、強き心もあらず、もちろん弱き心にもあらず、敵のしずるほどと思うぎなり。もしは強みの太刀にて人の太刀強く張れば、張り余りて必ず悪しき心なり。人の太刀に強く当たれば、我が太刀も折れ砕くるところなり。しかるによって強みの太刀などということなきことなり。大分の兵法にしても強き人数を持ち、合戦において強く勝たんと思えば、敵も強き人を持ち、戦いも強くせんと思う。それはいずれも同じことなり。物事に勝つということ、道理なくしては勝つことはたわず。我が道においては少しも無理なることを思わず、兵法の知力をもって、いかようにも勝つところを得る心なり、よくよく工夫あるべし。一つ、他流に短き太刀を用いること。短き太刀ばかりにて勝たんと思うところ、まことの道にあらず。昔より太刀刀といいて長きと短きということを表しおくなり、世の中に合力なる者は、大きなる太刀をも軽く振るなれば、無理に短きを好むところにあらず。そのゆえは長きを用いて、やり長太刀をも持つ者なり。短き太刀を持って、人の振る太刀の隙間を切らん、飛び入らん、つかまんなどと思う心、片づきて悪しし。また隙間を狙うところ、万事後手に見え、もつるるという心ありて嫌うことなり。もしは短き者にて敵へ入り組まん取らんとすること、大敵の中にて役に立たざる心なり。短きにてし得たる者は、大勢をも切り払わん、自由に飛ばん、狂わんと思うとも、皆受け立ちというものになりて、取り紛るる心ありて、確かなる道にてはなきことなり。同じくは我が身は強くすぐにして人を追い回し、人に飛び跳ねさせ、人のうろめくように仕掛けて、確かに勝つところせんとする道なり。大分の兵法においてもその理あり。同じくは人数傘を持って敵を矢庭に使用し、即時に攻め潰す心、兵法のせんなり。世の中、人のものをしならうこと、平勢も受けつ、かわいつ、抜けつ、くぐつつ、しならえば、心道に引かされて、人に回されるる心あり。兵法の道すぐに正しきところなれば、整理をもって人を追い回し、人を従ゆる心寛容なり。よくよく吟味あるべし。一つ、他流に
太刀数大きいこと、太刀の数あまたにして人に伝えること、道を売り物に仕立てて太刀数多く知りたると初心の者に深く思わせんためなるべし。兵法に嫌う心なり、そのゆえは人を切ること、いろいろあると思うところ、迷う心なり。世の中において人を切ること変わる道なし。知る者も知らざる者も、女わらべも、打ち叩き切るという道は多くなきところなり。もし変わり手は、つくぞ、なぐぞというほかはなし。まず切るところの道なれば、数の多かるべき司祭にあらず。されども、場により、ことに従い、上脇などの詰まりたるところなどにては、太刀の使えざるように持つ道なれば、御法とて、五つの数はあるべきものなり。それより他に取り付けて、手をねじ、身をひねりて、飛び開き人を切ること、まことの道にあらず。人を切るに、ねじて切られず、ひねりて切られず、飛んで切れず、開いて切れず、かして役に立たざることなり。我が兵法においては、身なりも心もすぐにして、敵を歪ませ歪ませて、敵の心のねじひねるところを勝つこと肝心なり、よくよく吟味あるべし。一つ、他に太刀の構えを用いること。太刀の構えを線にするところ、日がごとなり。世の中に構えのあらんことは敵のなき時のことなるべし。その司祭は昔よりの試し、今の世のノリなどとして法令を断つることは勝負の道にはあるべからず、その相手の悪しきように巧むことなり。物事に構えということは揺るがぬところを用いる心なり。あるいは城を構ゆる、あるいは陣を構ゆるなどは、人に仕掛けられても強く動かぬ心、これ常の義なり。兵法勝負の道においては、何事も先手先取と心がくることなり。構ゆるという心は、先手を待つ心なり。よくよく工夫あるべし。兵法勝負の道。人の構えを動かせ、敵の心になきことを仕掛け、あるいは敵をうろめかせ、あるいはむかつかせ、または脅かし、敵の紛るるところの拍子の利を受けて勝つことなれば、構えといい後手の心を嫌うなり。しかるゆえに我が道に向こう向こうと言いて、構えはありて構えはなきというところなり。大分の兵法にも敵の人数の多少を覚え、その戦場のところを受け、我が人数の位を知り、その徳を得て人数を立て戦いを始むること。それ合戦の戦なり。人に戦を仕掛けられたる時と、我人に仕掛ける時は、一倍も変わる心なり。太刀をよく構え、敵の太刀をよく受け、よく張ると覚えるは、槍長太刀を用いて、柵に振りたると同じ。敵を撃つ時は、また柵木を脱ぎて、槍長太刀に使うほどの心なり。よくよく吟味あるべきことなり。一つ、他流に目付けということ。目付けといって、その流により敵の太刀に目を作るもあり、または手に目を作る流もあり、あるいは顔に目をつけ、あるいは足などに目を作るもあり、そのごとく取り分けて目をつけんとしては、紛るる心ありて兵法の病というものになるなり。その司祭は、マリを蹴る人はマリによく目をつけねども、瓶すりを蹴、追いマリをし流しても蹴、回りても蹴ること、ものになるるというところあれば、確かに目に見るに及ばず。また放火などする者の技にも、その道に慣れては扉を鼻に立て、刀を幾越しも玉などに取ること、
これみな確かに目つくるとはなけれども、普段手になれぬればおのずから見ゆるところなり。兵法の道においてもその敵敵としなれ、人の心の傾聴を覚え、道を行い得ては太刀の遠近、知足までも皆見ゆる義なり。兵法の目付けは大方その人の心に突きたる目なり。大分の兵法に足りてもその敵の人数の位に突きたる目なり。関剣二つの見よう、関の目強くして敵の心を見、その場の位を見、大きに目をつけてその戦いの景気を見、その折伏の強弱を見て、まさしく勝つことを得ることせんなり。大小兵法において小さく目を作ることなし、前にも記すごとく細かに小さく目を作るによって、大きなることを取り忘れ、迷う心をいできて確かなる勝ちを抜かすものなり。この理よくよく吟味して鍛錬あるべきなり。一つ、多量に足使いあること。足の踏みように、浮き足、飛び足、跳ぬる足、踏みつむる足、枯らす足などといって、いろいろ殺足を踏むことあり、これ皆我が兵法より見ては不足に思うところなり。浮き足を嫌うこと、そのゆえは戦いになりては必ず足の浮きたがるものなれば、いかにも確かに踏む道なり。また飛び足を好まざること、飛び足は飛ぶを凝りありて、飛びていつく心あり。行く飛びも飛ぶという理のなきによって、飛び足足し、またはぬる足、はぬるという心にて、墓の雪かぬるものなり。踏みつむる足、鯛の足とてことに嫌うことなり。そのほか枯らす足、いろいろの殺足などあり。あるいは沼、ふけ、あるいは山川、石原、細道にても敵と切り合うものなれば、ところにより飛び跳ねることもならず、早速の踏まれざるところあるものなり。我が兵法において足に変わることなし、常の道を歩むがごとし、敵の拍子に従い急ぐとき、静かなるときの身の位を得て、足らず余らず足のしどろになきようにあるべきなり。大分の兵法にしても足を運ぶこと寛容なり。そのゆえは敵の心を知らず、むさと早くかかれば拍子違い勝ちがたきものなり。また足踏み静かにては敵うろめきありて崩るるというところを見つけずして、勝つことを抜かして早く勝負つけえざるものなり。うろめき崩るる場を見分けて、少しも敵をくつろがせざるように勝つこと寛容なり。よくよく鍛錬あるべし。一つ、他の兵法に早きを用いること。兵法の早きというところ、まことの道にあらず。早きということは、物事に拍子の間に合わざるによって、早き遅きという心なり。その道上手になりては、早く見えざるものなり。例えば人に早道と言って四十里五十里行くものもあり、これも朝より晩まで早く走るにてはなし。道の俯瞰なるものは一日走るようなれども、はかゆかざるものなり。乱舞の道に上手の歌う歌いに下手のつけて歌えば、おくるる心ありて忙しきものなり。また鼓太鼓に追い松を打つに、静かなる暗いなれども、下手はこれにも遅れ先立つ心あり。高砂は急なる暗いなれども、早きということ足し。早きはこけると言って間に合わず、もちろん遅きも足し。これも上手のすることはゆるゆると見えて、間の抜けざるところなり。
所持しつけたる者のすることは忙しく見えざる者なり。この例えをもって道の理を知るべし。ことに兵法の道において早きということ悪しし。その司祭はこれもところによって沼、府家などにて見足ともに早く行きがたし。たちはいよいよ早く切ることなし。早く切らんとすれば扇小刀のようにはあらで、着と切れば少しも切れざるものなり、よくよく分別すべし。大分の兵法にしても早く急ぐ心わろし。枕を押さえるという心にては少しも遅きことはなきことなり。また人のむさと早きことなどには背くといいて静かになり、人につかざるところ寛容なり。この心の工夫鍛錬あるべきことなり。一つ、他流に奥表ということ。兵法のことにおいていずれを表といい、いずれを奥といわん。芸によりことに触れて極意秘伝などといいて、奥口あれども、敵と打ち合う時の理においては表にて戦い、奥を持って切るということにあらず。我が兵法の教えようは、初めて道を学ぶ人にはその技の成り良きところをさせ習わせ、合点の早くゆくりを先に教え、心の及びがたきことをば、その人の心をほどくるところを見分けて、次第次第に深きところの理を後に教える心なり。されども大方はそのことに対したることなどを覚えさするによって、奥口というところなきことなり。されば世の中に山の奥を尋ぬるに、なお奥へ行かんと思えばまた口へいずるものなり。何事の道においても奥の意で合うところもあり、口を出して良きこともあり。この戦いの理において何をか隠し、何をか表さん。しかるによって我道を伝うるに、生死、罰門などということを好まず、この道を学ぶ人の知力を伺い、すぐなる道を教え、兵法の五道、六道の悪しきところを捨てさせ、おのずから武士の方の誠の道に入り、疑いなき心になすこと、我が兵法の教えの道なり。よくよく鍛錬あるべし。右他流の兵法を九箇条として、風の巻にあらまし書き作るところ。いちいち流々、口より奥に至るまで、定かに書き表すべきことなれども、わざと何流の何の大事とも名を書き記さず。そのゆえは、一流流の見立て、その道その道の言い訳、人により心に任せて、それぞれの存分あるものなれば、同じ流にも少々心の変わるものなれば、後々までのために流れ筋とも書き載せず、他流の大体九つに言い分けて、世の中の道、人のすぐなる道理より見せば、長きに片づき、短きを理にし、強き、弱きと片づき、荒き、細かなるということも、皆変なる道なれば、他流の口奥と表さずとも、皆人の知るべき義なり。我が一流において、太刀に奥口なし、構えに極まりなし、ただ心をもってその徳をわきまゆること、これ兵法の肝心なり。新面武蔵、正宝二年五月十二日、寺尾孫の城殿。空の巻。二刀一流の兵法の道、空の巻として書き表すこと。空という心は物事のなきところ、知れざることを空と見たつるなり。もちろん空はなきなり、
あるところを知りてなきところを知る。これすなわち空なり。世の中において、足く見れば、物をわきまえざるところを空と見るところ、まことの空にはあらず、皆迷う心なり。この兵法の道においても、武士として道を行うに、死の方を知らざるところ、空にはあらずして、いろいろ迷いありて、戦方なきところ、空というなれども、これ、まことの空にはあらざるなり。武士は兵法の道を確かに覚え、その他武芸をよく務め、武士の行う道、少しも暗からず、心の迷うところなく、長々時々に怠らず、真意二つの心を磨き、関見二つの目を研ぎ、少しも曇りなく、迷いの雲の晴れたるところこそ、まことの空と知るべきなり。まことの道を知らざる間は、仏法によらず、世法によらず、己己は確かなる道と思い、良きことと思えども、心の直道よりして、世の大金に合わせてみるときは、その身その身の心の引き、その目その目の歪みによって、まことの道には背くものなり。その心を知ってすぐなるところを元とし、まことの心を道として兵法を広く行い、正しく明らかに大きなるところを思いとって、空を道とし、道を空と見るところなり。空は全無、悪はなし。知はうなり、理はうなり、道はうなり、真は空なり。真面武蔵。昭法2年5月12日、寺尾孫の浄殿。独行堂。昭法2年5月12日、武蔵の病は重く、武蔵は最後の力を振り絞って、自生自戒の書、独行堂を書きました。そしてこれを書き終わった1週後、武蔵は62歳の生涯を終えました。独行道。一つ、世々の道を背くことなし。一つ、身に楽しみをたくまず。一つ、よろずに以子の心なし。一つ、身を浅く思い。よう深く思う。一つ、一生の間、欲心思わず。一つ、我がことにおいて後悔をせず。一つ、善悪に他を妬む心なし。一つ、いずれの道にも別れを悲しまず。一つ、自他ともに恨み、過骨、心なし。一つ、蓮舫の道、思いよる心なし。一つ、物事に、好き好むことなし。一つ、支度において望む心なし。一つ、身一つに美食を好まず。一つ、すえずえ白物なる古き道具所持せず。一つ、我が身に至り物を意味することなし。一つ、表具は格別、世の道具たしなまず。一つ、道においては死を厭わず思う。一つ、老身に財宝所領持ちゆる心なし。一つ、仏心は尊し、仏心を頼まず。一つ、身を捨ても名利は捨てず。一つ、常に兵法の道を離れず。昭法2年5月12日、真面武蔵。